朝一スクープ今朝はこちらです、はいね、夏休みですよね。学生さんたちもスマホを持って街中に行くという方も多いと思いますが、経験のある方いらっしゃいますか。ある時突然知らない人から画像が送られてくることがあるんだそうです。どうですか、経験ありますか。私ありますよ。 あるんですね。で受け入れるってやっぱおっしゃるんですよね、会社的に。あ、子供の写真だったってあったんです、まあ、あのどれくらいの人が画像を送られたことがあるのか、そしてどんな画像が送られてきたのかというと気になるところですが、興味本位でその画像を開いてしまうことでですね、犯罪ですか、トラブルに巻き込まれてしまうこともあるようです、うん、突然通知が届いたスマホ、そこには知らない人から1枚の写真を共有しようとしていますと表示されています。これは Bluetooth と Wi-Fi を使って近くにいる人に画像などを送ったり受け取ったりできる機能なのですが、設定を全ての人にしておくと知らない人からも画像が届いてしまうのです。全然知らない人からなんか送られてきたこととかあります？あります。ここら辺とか。あ、すごい。全部全部本当しょうもないやつ。本当こんな感じです。本当しょうもない、マジでしょうもないやつばっかり。いたずらと思われる画像が多い中、こんな話も。希望にいた時にされたんですけど、はい、なんかこの服着てるので見かけたら声かけてくださいって。あ、これなんです。あ、すごい怖いな。あ、じゃあ最近まだ12日前です。インスタの ID が電車の中で全部あのエアドロで送られてきた。インスタのメールなんとかしてやるかな。今 SNS のアカウント情報を送り出会いを求める画像が送られてくるケースも増えているようです。取材中にもリポーターのスマホに一件の通知が来ました。来ました、受け入れますよ。来ました、すげえ、なんだ、うわ、 LINE の、あ、 LINE じゃない、 PayPay だ。 PayPay で送金の送ってほしいですっていう画像が今届きました。女子高生の TikToker で送金してほしいっていうメッセージの画像が今届きました。自分の PayPay でバーコードスキャンすると、あ、出てきますね。こういうふうにお金を一応送ることができる。自分の電話番号とかはそのバレずにそのお金を送ってくださいって依頼だけはできるっていう状態ですね。送られてきたのは送金を求める内容の画像。見たことも会ったこともない人から金銭を要求するような内容でした。このような無差別に送られてくる画像に専門家は警鐘を鳴らします。画像をこう無差別に送ってくるという事象はもう4年前ぐらいからずっとトラブルにはなってまして、出会い系とか売春とか、まあ、そういったものも含めて、あの、まあ、いわゆるその非合法なメッセージとかっていうものを画像にしてですね、送ってくるというような事例はありますので。学生たちにスマホについて考える講演会などを行っている沖あゆさんです。まだ社会経験の少ない若い方たちが知らない人から画像を受け取ることは大変危険だといいます。最近はゲームとか SNS とか会ったことがないけどちょっと話をしただけで仲良くなったり、相手を信用したりというようなことが、特にやっぱ中高生とかはありがちなので、まあ、そういったことに対して今一度引き締める必要があるのかなというのが一番ですね。自分たちよりももっとずる賢い、もっと悪賢い人たちが世の中にはいっぱいいるかもしれないというぐらい思って、やはり、自分がそういった時に一人では何もできないから、自分では対抗できないかもしれないからという思いは常にやっぱ持っておいてほしいですよね。まさに犯罪に巻き込まれる危険性をはらんだ画像が送られてきたというケースも。数ヶ月前に、はい、 まあ、ある女の子と待ち合わせしてて、はい、でその子、待ち合わせ会った時にこんなのが送られてきたって言って、はい、まあ、見せてもらったんですけど、まあ、写真の内容、まあ、写真になんかお金が写ってたりとか、お小遣いあげるよみたいな内容だったんですよね。その送られてきた画像を見せていただきました。送られてきた、うわ、なんかもうまさにっていう、
そう、お札束が積まれてて、でもなんかちょっと本物ですよっていうのを見せるために自分のインスタの ID を紙に書いたものを置いてるっていう感じですね。の画像が送られてきた場所に連れて行ってもらうと、ちょうどここら辺で僕が、いやそうそう、よく来ますよ、人がいっぱい集まる待ち合わせとかに使われる場所、ここで待ち合わせしてたんで、ここでピロピロってなって、でここですぐ誰だろうって言って探し始めたんです。画像が送られてきたのは天神で待ち合わせによく使われる大画面前、知り合いの女性とちょうど合流した瞬間に画像が送られてきたそうです。その画像に書かれていた SNS のアカウントは実在するのでしょうか。検索してみると、ありますね、これです。このアカウントが画像に載ってた ID のアカウントです。ただ鍵がかかって非公開のアカウントにはなってます。非公開になっていたため、こちらからフォローしダイレクトメッセージを送ってみました。こんばんは、フォロバーありがとうございます。お小遣いあげますって書いてましたけど、いくらぐらいもらえるんですか。いくら欲しいですか。1万ぐらいかな。こういう出会いってしたことなくて、ご飯とか会って話すとかじゃないんですよね。ホテルで会う。こういった経験が今までないのですが、犯罪とかにはならないですか。ならないですよ。この後こちらがテレビ局だと名乗ったところ、返事が来なくなってしまいました。で、本当にお金がない、厳しいとか、いろいろ悩んでる、苦しいっていう人がそのメッセージを見た時についつい許してしまうとか、それから学生とか子どもとか、そういう情報に無防備、あまり情報リテラシーを知らない人たちが集まってくる、それをもう悪いことを考える人は計算に入れてると思いますので、悪さといいますかね、そういったことを考える人たちはいるでしょうね。